フォートナイトのお時間だ。今回から私たちの立ち絵を変えてみました。解像度とかの関係でちょっと前から変えようかなと思ってたのよね。でもなんでこのタイミングなのぜ。消費税増税前の駆け込み需要みたいな。増税関係ないです。今回と前回までどっちがいいとかあれば参考にしたいのでコメントしていただけると幸いです。それでは本日もスタート。開幕若干で遅れた霊夢、さらに武器を探して大騒う。白の蛇朝、これで戦うしかないわ。ヘッドショットに物を言わせて勝利。しかし間髪入れずに敵が察知した模様。今頃やってきたってことは武器漁ってるんじゃないかしら。今がチャンスかもな。上にいたのね。ヘッドショットに物を言わせて勝利。パート2。運だけで勝っていくスタイル。しかしさっきのセッションに運を全て使ってしまったのか、回復アイテムが拾えなかった模様。こうなったら闇の力にて収めるしかないわね。闇の力とは、これのことよ。確かに嫌われ者ではあるけれど、このバランスブレーカーで潰しまくって物資を集めるわよ。バランスブレーカーって言わないでください。こっちの方から敵のフォースを感じる。フォースとかよな。私ジェダイなんで。そんなもん乗り回してる時点で完全にダークサイドに落ちてるだろ。ダースベイダーは私が育てた。育ててねえし名前を出すな。さあ逃げ惑う人の子に神の裁きを下しましょう。絶対スターウォーズ見たことないだろ。本物のにわかとはそういうもの。あら、そんなところを逃げ惑っていたのね。今すぐ楽にしてあげるわ。ミサイルの雨ショットガンを添えて。おしゃれな料理の名前みたいにしないでください。タラがやたらでかくて料理が申し訳程度しかないやつね。その言い方は誤解しか生まないからやめろ。私のお店では遠慮する必要はないのよ。お腹いっぱいになるまでお食べ。敵はとっくにお腹いっぱいって感じだぜ。あら、そうなの。ならお代わりをどうぞ。話聞いてた。またのご来店をお待ちしています。多分二度と来ません。闇落ち霊夢の珍道中はまだまだ終わらないわよ。そんな変なコーナー勝手に作らないでください。ああ、ロボットが勝手に暴走している制御ができない。思いっきり操縦桿握りしめてますよね。これ操縦桿に見えるかもしれないけど実は違うのよ。操縦桿じゃないなら何なんだよ。エリンギ。は、操縦桿に見えるかもしれないけど実はこれエリンギなんですよ。そんなところにエリンギが生えてるわけねえだろ。もう秋ですからね。秋ならどこにでも生えるわけじゃねえよ。さあ、旬の秋の味覚をちゃんと召し上がれ。また料理し始めちゃった。ショットガンがお気に召したご様子。遠慮せず召し上がれ。はい、調理完了。食わせてんのか料理してんのかはっきりしろ。食わせてから料理してるのよ。怖いわ。この辺りに敵がいたわず。いかにも敵が隠れてそうな建築が2つあるな。どっちに隠れてるかわからないから順番に攻撃してみましょ。まずはこっちからか。当たり引けるかしら。バカみたいな感覚はやめてください。当たり引けた。リセマラ終了。リセマラはしてないです。次なる獲物を発見。ミサイル全弾発射。全弾発射って言ってるけどいくらでも再装填されるけどな。この弾は一体どこから生成されてるのかしらね。私たちには想像もつかないような技術が使われてるんだろうな。ははは、話のテクノロジーの前に秘熱がいるわ。さっきから全く攻撃が当たってないぞ。この人ロボットの対処がうまいわね。ミサイル避けて直角に反撃してくるな。逃げちゃおうかしら。逃がす気はないのよ。そしてここでロボットがお釈迦に。ダースベイダーごっこはここまでね。ダースベイダー的なことは1ミリもしてないけどな。どちらかというと川越シェフでしたかね。川越シェフでもねえよ。何にせよここからは普通に戦いましょ。ロボットによるおふざけの時間は終わりだな。敵こっちに向かってきてたからこの辺りにいるはずだけど。真下から足音聞こえるな。いざ戦闘開始。とう。ほら、ガンガン行くわよ。霊夢さん、建築をしないんですか。ロボットに乗ってた後遺症ですかね。建築という概念がすっ飛んでますね。それでもシールド割れたから私が有利よ。全然建築しない奴がマウントを取る謎の展開。作戦、ガンガン行こうぜ。力に物を言わせるパワープレイ。勝利を称える射撃フラッシュアザッス。多分ミスっただけだろうけどな。それでもアザッス。残り3人の終盤戦。今回は減るのが早いですね。確かにまだ結構アンチ広いからな。動きがなくなる前に1対1にしたいわね。そのためにもロボットは早めに壊しておきたいな。破壊完了。あの人闇の力に飲まれましたね。ロボットの爆発に巻き込まれただけだけどな。何にせよこのチャンスを逃す手はないわ。このまま一気に倒させてもらうわ。回復させる暇を与えないのぜ。あざっす。これで敵はあと1人だぞ霊夢。そこの階段ね。しっかりと反撃。位置取りは敵の方が若干有利だがどうするのぜ。こんな時の強い味方、ミニガンさんの出番よ。前回はミニガンに一瞬で削られて負けちまったからな。今回私たちの味方だからね、活躍してもらいましょ。
ミニガンのおかげで攻勢に出られたな。このままひたすら攻撃する側であり続けたい。追撃のミニガン。たまらずショック切れで逃げたな。しかもショットガン当ててきたわね。まだまだ油断ならないのぜ。今度はジャンパ、いろんな方法で飛ぶわね。どうにか上取りたいんだろうな。シールド割れた、なんとか体力にダメージ与えたい。ここで一発でも白ダメージ出しておきたかったな。でもまだまだ私の方が有利なはず。相手はしばらくストームに追われるからな。攻撃の手は休めずに行くわよ。時に霊夢さん、ジャブスプラッシュ使っておかなくていいんですか。ストーム耐久しないといけなくなった時のこと考えると温存しちゃうの。確かにジャブスプラッシュあるとかなり強いけどな。動画にしてないけどストームに耐えきれなくて負けたパターン何回かあるからね。でもここからストーム耐久になるとは思えないけどな。まあぶっちゃけこの時点でジャブスプラッシュのことなんて頭から吹っ飛んでますからね。ダメじゃねえか。勝てればオッケーみたいなところあるから大丈夫よ。負けに繋がる可能性あるから言ってるんですよ。全てを直感に委ねていきましょ。考えることを放置しないでください。考えるな、感じろ、と昔の偉い人は言いました。そういうのは直感に委ねられるだけの努力をしたからだと思います。霊夢さんは考えましょう。急など正論にグーの根も出ません。しかも敵見失っちまってるし。待ち構えてれば大丈夫だから、焦る時じゃないから。だといいけどな。ちょっと、階段が出ない？焦るな霊夢。ヘイジーニー、階段出して。ランプの魔人にしょうもないことお願いすんな。ここが使いどころかなって。それは絶対にないわ。よし、最後はミニガンで決めるわよ。成し遂げたぜ。最後危なかったけどな。でも久しぶりにビクロイなんだよ。これでスランプ抜けられるといいんだけどな。時間あるしもう一戦行きましょ。はい、2戦目は大して人がいなさそうなルートレイクのほとりにやってきました。バッチリ敵が来てますね。早々にお帰り願いましょ。ここにいるのは私一人で十分なのよ。これでここの物資は私のものよ。と思っていた時期が私にもありました。意外とこの辺りに人降りてるんだな。こんな何もないところに来るなんて相当な暇人ですね。霊夢さんブーメラン刺さってますよ。私は暇人を見に来てるだけなんで、私は他の人とは違うんで。暇人をわざわざ見に来てるあなたは一体何人なのか。ついに私は人類の新たな領域に足を踏み入れてしまったというわけですね。むしろあなたは他の人類よりも一歩遅れているので早く追いついてください。私が戦闘かと思ったわ。それ多分周回遅れになってるだけですね。レースゲームだったらもう絶対勝てないやつじゃん。諦めずに頑張ってください。残りライフ8。攻めてこないで。あと一撃で倒せるんじゃないか。ここは安全に回復するためにあえて攻める。これで回復できる。残念ながら漁夫が参上した模様。もう資材ないから倒すしかないのぜ。うなれ金の宅所。意外とどうにかなったな。回復して次よ。その後浮島にやってきた霊夢。ちょうど救援物資取ろうとしてる人がいるわね。本当にちょうどいいタイミングだな。取るとき囲わないと危ないわよ。霊夢も昔学んだからな。きっとあの人も次からは囲むんでしょうね。こうやってみんな学んでいくんだな。浮島の周りで紐なしバンジーを楽しんでる人を発見。どちらかというとスカイダイビングだと思うけどな。どこまか動いてエイム力チェックをするんじゃないわよ。当てれそうでなかなか当たらないな。心を冷静にすれば当たるわず。あと一発、絶対逃がさん。秒で冷静さを失わないでください。もういい、あいつのことは忘れましょう。うわ、びっくりした。敵来てたんだな。でもあっさり倒せた。これで敵はあと二人だな。頑張るわよ。一人はここにこもってるみたいですね。問題はあと一人がどこにいるかだな。よくられたくないから場所は把握しておきたいわね。できれば二人で戦ってくれるとありがたいんだけどな。これだけ動いてて撃ってこないってことは多分最後まで隠れてるわね。探して戦うか。待ってても仕方なさそうだし、そうしましょ。もう一人を見つけるまでカット。こんなところに隠れてました。かわいいな。かわいいですね。これであと一人。最後の一人になった瞬間活発に動き始めたな。この瞬間を待っていたんでしょうね。上取られちまったな。どうにか取り返したいわね。できれば回復もしたいんだけどな。さすがにデカボアの無暇なさそう。相手が体力満タンだと厳しいかもな。とりあえず一発当てたいですね。白ダメージだったらラッキーなんだけどな。回復に回ってくれたら私も回復しよう。あら、瀕死だったんだな。何にせよ成し遂げたぜ。久しぶりのビクロイ2連発だったな。嬉しい。というわけで今回はここまで。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。